ジョルダーノ・ブルーノ、ジョルダーノ・ブルーノ、ジョルダーノ・ブルーノ、1548年から1600年2月17日は、イタリア出身の哲学者、ドミニコ会の修道士。それまで有限と考えられていた宇宙が無限であると主張し、コペルニクスの地動説を擁護した。異端であるとの判決を受けても決して自説を撤回しなかったため、家計に処せられた。 思想の自由に準じた殉教者とみなされることもある。彼の死を前例に考え、鉄を踏まないように、ガリレオ・ガリレイは自説を撤回したとも言われる。1548年に、ナポリ王国のノーラ、現在のイタリア・カンパニア州で生まれた。もともとは、フィリッポ・ブルーノ、フィリッポ・ブルーノという名前であり、父、ジョバンニ・ブルーノは兵士であった。1562年、 14歳の時ナポリに移り、ナポリ大学で学んだ。1565年、17歳でドミニコ会に入会、ジョルダーノを名乗った。1572年に司祭に上会され、1575年にはトマス・アクイナス及びペトルス・ロンバルドゥスについての論文によって進学博士となった。ブルーノがトマス・アクイナスへ向けた尊敬は生涯にわたるものであったが、 ナポリ時代にすでに独自の思想を育み始めていた。エラスムス、ニセギオニシウスアレオパギタ、ニコラウスクザーヌス、ライムンデスルルスなどの神学者たち、プラトン及び新プラトン主義、プロティノス、ポルピュリオス、イアンブリコス、プロクロスなど、やエピクロス主義、特に、ルクレティウスやピュタゴラス主義やセネカといった古代哲学、さらには、ヘルメス主義、アビケブロンや、 クレスカスなどのユダヤ人哲学者の思想やカバラ、アベロエスはじめアラビア思想、フィレンツェプラトン主義、マルシリオフィチーノ、ピコデラミランドラというように、ブルーノの哲学思想の源泉は多岐にわたっている。後年は一貫して批判し続けるアリストテレスについてもナポリ時代に熱心に研究し、多くのことを学んだ。1576年、異端の権威をかけられたブルーノは、 異端新聞書の追求を逃れようとナポリを離れ、しばらくのローマ滞在を経て、北イタリア各地で文法や天文学などを教えながら、放浪生活を送った。1578年には、アルプス山脈を越えて、フランスに入り、翌1579年には、スイスのジュネーブに滞在した。ジュネーブ大学に在籍し、一時的にカルバン派に接近するが、 回収までしたかどうかは定かでない。また、すぐに、ジュネーブ大学のカルバン派哲学者と論争を巻き起こし、名誉毀損で訴えられて、有罪となり、ジュネーブを離れた。同年、トゥールーズに移ったブルーノは、トゥールーズ大学の正規の講師となり、アリストテレス、魂についての講読中会を行った。以後、2年近くをトゥールーズで過ごした。1581年。 パリに移住し、優れた記憶力が話題となって、フランス国王アンリ三世とも会見した。ソルボンヌ大学で正規の教授職を得ることはできなかったが、翌1582年に、王立教授団、コレージュド・フランスの前身の講師に任命された。1583年、ブルーノはアンリ三世の推薦書を持って、イギリスに赴き、オックスフォード大学での教授職を得ようとたが、 同地で受け入れられず、イギリスで教団に立つという望みは果たされなかった。だが、ロンドンに滞在する2年半の間に、ブルーの前半期の主張とされる6つの対話編、聖杯比の晩三原因、原理、一社について、無限、宇宙、諸世界について、溺れる野獣の追放、天馬の河原、英雄的狂気を上司した。1585年、パリに戻ったが、 アリストテレスの自然哲学を批判した120のテーゼが問題とされた上、数学者、ファブリツヨオ・モルデンテとの裁判に巻き込まれ、ドイツへと去った。ドイツでは、マールブルク大学での教授職は得られなかったが、ビッテンベルク大学での教授許可を得ることができ、アリストテレスについて2年間抗議した。1588年にビッテンベルクを去り、今度は、ボヘミアのプラハに現れた。 そこで、ルドルフ二世に300テーラーという年俸を保証されたが、教授職は得られなかった。どうしても教団に立ちたいブルーノは、ヘルムシュタットに移ったが、ルター派の権威者たちの反感を買い、ここも立ち去ることになった。1591年、放浪を繰り返していたブルーノは、フランクフルトアムマインにいた。ブルーノ後半期の主張とされる三部作、三つの最小者について、モナドロン、 計り知れざる巨大者についてこの時観光された。同年、ブルーノはベネツィアの貴族図案モチェニゴから記憶術の指南を受けたいという称請を受けた。モチェニ語家はベネツィアでも屈指の大貴族であり、ブルーノはイタリアに戻る決意をした。ベネツィアに向かう途中、パドバに滞在し、空席となっていたパドバ大学の数学教授の座を、 えうとするも、結局ガリレオガリレイに教授職を持って行かれてしまった。ベネツィアに来たブルーノは、モチェニゴの家庭教師を2ヶ月務めた。だが、そのモチェニゴによって訴えられ、1592年、ベネツィア権によって逮捕された。さらに、ブルーノのことを聞きつけた異端新聞書が介入し、最終的にローマの異端新聞書に引き渡された。1593年に、 ローマに移されて以降裁判はなかなか実施されずブルーノは七年を獄中で過ごした彼への告発理由は神への冒徳不道徳な行為競技進学に反する教説でありブルーノの哲学と宇宙論に見られるいくつかの点も問題とされたブルーノは教皇クレメンス八世に直接面会して自説の一部を撤回することを明言すれば権威は晴れると考えていたが クレメンス八世はこれを拒絶し、異端審問の開始を命令した。異端審問が行われると、当時の異端審問書の責任者であった、数奇教のロベルト・ベラルミーノはブルーノに対し、自説の完全な撤回を求めたが、ブルーノは断固として、これを拒絶した。結果、罪状は24に上り、上記に加えて、魔術、戦術の信仰、マリアの諸女性の否定。 リンネ説の指示などが挙げられた。1600年1月8日、ベラルミーノはブルーノを異端とし死刑判決を下した。同年2月17日、ローマ市内の広場に引き出されたブルーノは家計に処された。処刑の様子は、ブレスラウの学生ガスパールショップ、ギャスパー・シャップが目撃し、家族へ送った手記により、後世に伝えられている。それによると、ブルーノは、 処刑を宣告する執行官に対して、私よりも宣告を申し渡したあなたたちの方が、真理の前に恐怖に震えているじゃないかと言い、結果絶過せをはめられた。さらに、刑の直前に死祭が差し出した十字架は部別の、一別をくれただけで顔を背け、死の際には一つも声を発さなかったという。遺界は、テベレガーへ投げ捨てられ、遺族に対しては、葬儀並びに、 墓の造営も禁じられた。ブルーノの著作のすべては1603年に金賞目録に加えられた。それでも著作のほとんどはパリロンドン・フランクフルトなどイタリア半島の外で出版されていたため、わずかではあったが流通し続けた。17世紀から18世紀にかけてはピエール・ベールやマランベル・センヌが著作の中でブルーノ哲学を取り上げた。 ヨハン・ベル・ヌーイは、ゴットフリート・ライプニッツ宛テの書簡で、ルネ・デカルトの可動説が、ブルーの宇宙論の表説だと書いた。は、ブルーノの著作を英語訳し、積極的な普及活動を行った。そのトーランドの影響もあってか、フランスの匿名の自由思想家によって、地下文書、ジョルダーのブルーノ復活が書かれ、広範な読者を得た。19世紀からは、 ドイツでの反信論論争の中で、原因、原理、一者についての抜粋がドイツ語訳され、ドイツ語圏の哲学者たちの関心を引くことになった。中でも、フリードリヒ・シェーリングは、ブルーノを主人公とした対話編、ブルーノを表した。また、イタリア統一運動、リソルジメントが公用する中で、イタリアでも、ブルーノへの関心が高まり、著作集の編纂や、電気交渉など、 実証研究が行われるようになった。ジョルダーノ・ブルーノの名誉が完全に回復されたのは二十世紀に入ってからである。カトリック教会の歴史における負の遺産の生産を訴えた教皇ヨハネ・パウロ・二世紀の下で、ブルーノに対する裁判過程が再検証され、処刑判決は不当であったという判断が下された。この動きはもともとナポリ大学の進学部のドメニコ・ソレンティーノ。 教授らによって始められたので、これによって1979年、カトリック教会は公式に異端判決を取り消した。16世紀の後半、コペルニクスモデルはヨーロッパ全域で知られるようになっていた。ブルーノはコペルニクスが観察よりも数学的整合性を重要視したことを批判していたが、地球が宇宙の中心ではないという点についてはコペルニクスに、 賛同していた。ただブルーノは、コペルニクスの理論の中にある、展開は、不変不休で、地球や月とは異なった次元のものであるという意味は、賛同しなかった。ブルーノは、世界の中心は地球か太陽か、などという議論を超越し、3世紀のプロティノスやさらに、後の時代のブレイズ・パスカルのような思想、すなわち、宇宙の中心など、どこにも存在しないという立場に立っていた。 ブルーノの在世時、コペルニクスのモデルにはまだまだ欠陥が多く、天動説の方が明快に説明できることが多かったため、コペルニクスの説に賛同した天文学者はほとんどいなかった。わずかに、ミハエル・メストリン、1550年から1631年、1550年代から1600年以降、トーマス・ディックス、1546年から1595年、 などが挙げられる程度である。ヨハネス・ケプラー、1571年から1630年、とガリレオ・ガリレイ、1564年から1642年、は、まだまだは各無名の存在だった。ブルーノは、本当の天文学者とは言えないが、最も早い時期に、地球中心説を退けて、コペルニクスの世界観を受け入れた著名人であった。 1584年から1591年にかけて執筆した著作の中でブルーノは盛んにコペルニクスを擁護している。アリストテレスとプラトンは宇宙は完全な球体であり、様々な球体が入れ子構造になっていて回転していると考えた。その回転力を与えているのは超越的な神であり、神は宇宙とは別次元に存在しているとされた。 恒星は最も外側の天球に貼り付けられており、全宇宙の中心こそが地球であるというのが二人の宇宙間であった。プトレマイオスは恒星を1022個数え、48の星座に分類している。惑星もそれぞれ透明な球体の上にあって運動していると考えられていた。コペルニクスの宇宙論も決して完全なものではあったわけではなく、 古代以来の概念を多く継承していた。例えばプトレマイオスからは惑星が球面上に固定されているという考え方を受け継いでたが、その不可解な動きの原因は地球の光点であることは見抜いていた。また、コペルニクスは宇宙には不動の中心が存在するという概念も、持ち続けていたが、中心にふさわしいのは地球よりも太陽であると考えていた。 恒星はかつて天球上に貼り付けられているため、地球から遠距離にあると信じられていたが、そのことについてコペルニクスは特に言及していない。ブルーノの主張で、最も画期的だったものは、地球自体が回転しており、それによって、地球上からは見かけ、上天球が回転しているように見えるということであった。ブルーノはまた、宇宙が有限であることあるいは、恒星は、 宇宙の中心から遠距離に存在していると考える理由はないとした。ブルーノの宇宙論は先行するトーマス・ディックスの1576年の著作展開論 A パーフィットディスクリプション・オブ・ザ・ケイレステール・オーバスとも共通する部分が見られるが、ディックスは中世において信じられていたように構成点の外側が神と天使の世界であると考えていた。またディックスは 宇宙の中で地球だけが生命と知性の存在し得る場所であること、普遍の展開に対して地球だけが変化する世界であると考えた。1584年、ブルーノは2つの重要な著作を出版した。ブルーノはその著作の中で惑星が天球の上に階層をなして存在しているという説を批判した。2年後の1586年にロスマンが 同様の主張を行い、さらに1587年にはティコブラーへも続いた。ブルーノは無限宇宙が純粋気体で満たされていると考えた。これは後に草案されるエーテル概念の走りであり、この気体は惑星や恒星の動きに一切影響を及ぼすことはないとされた。ブルーノの宇宙論で特筆すべきことは、それまで信じられていた宇宙が特定の中心から広がる。 海藻球によって成り立っているという考え方を否定し、地球も太陽も宇宙の一つの星に過ぎないと主張たことにあった。地球だけが特別な星であるという当時の常識に挑戦するかのように、ブルーノは神が宇宙の一部だけに特別に心を配ることはないと考えた。彼にとって神とは心の中に内在する存在であって、宇宙のどこかにある天国にいて、 地球を見ているものではなかった。ブルーノは四元素説、水、木、火とは信じていたものの、宇宙が特別な物質でできているのではなく、地球と同じ物質からなっているとし、地球上で見られる運動法則が宇宙のどこでも適用れると考えた。さらに宇宙と時間は無限であると考えていたことは、宇宙の中で、 地球だけが生命の存在できる空間であるという当時のキリスト教的宇宙観を覆すものとなった。このような考え方に従うなら、太陽も決して特別な存在でなく、あまとある構成の一つに過ぎないことになる。ブルーノは太陽を惑星が囲む太陽系のようなシステムは宇宙の基本的な構成要素であと考えた。ブルーノにしてみれば、神が無限の存在である以上、 無限の宇宙を想像することは何らおかしなことではないということであった。ブルーノはアリストテレス以来伝統的に信じられてきた自然は真空を嫌うことを信じていたため宇宙にある無数の太陽系の間はエーテルによって満たされていると考えていた。水星は神の意志を伝える役割を持って天界から到達するというのもブルーノのアイデアであった。 ブルーノの宇宙論の特徴は宇宙の無限性と同質性の提示、さらに宇宙には多くの惑星が存在していると考えたことにあったと言える。ブルーノにとって宇宙とは数学的計算によって分析できるものでなく星たちの意志によって運行しているものであった。このようなアニミズム的宇宙観はブルーノの宇宙論のポイントの一つである。月の北緯36度、 統計103度には、ジョルダーノ・ブルーノと名付けられた、直径 20km のクレーターがある。このクレーターは1178年に、イングランドの修道士によって、目撃、記録された隕石の衝突によってできたものと考えられていたが、2007年に打ち上げられた、日本の月探査機、カグヤの観測によって、実際には100万年から1、000000 000、000 000 前に形成されたことが明らかになった。しかし、月面にある直径 10km 以上のクレーターの中で最も新しいことに変わりはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。